皆さんこんにちは、 M 夫婦のむーちゃんです。今回は沖縄県西表島にある星野リゾート西表島ホテルを紹介します。西表島ホテルへは石垣島の石垣港離島ターミナルから船で40分の上原港という場所から迎えのバスに乗って行きます。南部にある大原港に行ってしまうと送迎がないので要注意です。しかもめちゃくちゃ遠回り。西表島は2021年7月に奄美大島、徳之島、沖縄島北部とともに世界自然遺産として登録されました。そのため環境に対するいろいろな配慮が必要なため、それらのルールについては後で詳しくお話しますね。さあ、いよいよホテルに着きました。3時のチェックインにはまだ少し早いので、とりあえず荷物を預けて館内を少し散歩してみましょう。こちらは西表島ホテルの1階エントランス、そしてゲストラウンジは24時間オープンしています。こちらに何があるかというと、冷たい飲み物や温かい飲み物、それからウォーターサーバーにコーヒーのマシーン、氷のマシーンもあります。サーバーは紅茶、三品茶、緑茶などが揃っています。そしてこちらがコーヒーマシーン、カップは環境に配慮したバタフライカップです。さあ、それではルームツアーをしていきましょう。今回私たちが宿泊したのはスーペリアツイン、42平米です。さすがリゾートホテル、通常のホテルよりも部屋が広めにできていますね。ベッドも大きく広々です。この部屋最大の特徴はテラスとデイベッドがあること。まあデイベッドはだいたい荷物置きになっちゃったんですけどね。クローゼットはこんな感じ。中には夜の散歩用の懐中電灯や虫よけ対策のベープなんかもありました。洗面所はこんな感じ。明るく清潔、広々ですね。アメニティ類は西表島ホテルオリジナルのもの。ドライヤーはサロニアでした。バスルームはこんな感じ。環境に配慮してオールインワンソープが用意されていました。トイレは清潔、広々。グラス類はこんな感じ。山猫のコースターが可愛い。ケトルもちゃんとあります。そして冷蔵庫の中はこんな感じ。ウォーターボトルに自分で水を入れるタイプです。エントランスはオリエンタルな雰囲気が漂っていて、南国に来たっていう感じを味わえます。西表島ホテルは日本初のエコツーリズムリゾートを目指しているため、様々な活動をしています。チェックイン時にこちらの可愛いエコバッグはプレゼントされます。ウォーターボトルはチェックアウトまで借りることができ、毎日使うことができます。ペットボトルフリーを目指しているため、館内ではペットボトルの飲み物は売っていません。それから使い捨てアメニティの提供も中止しているので、持参を推奨します。さあ、それでは夜ご飯に行きましょう。八重山料理を食べられる夕食ブッフェ、6時から8時までです。案内された席はプールが見えるテラス側、とっても素敵です。西表デイカクテルや泡盛も飲むことができます。西表、西表、はい、仕込まりました。こちらお飲み方はいかがなさいますか。ロックで、ロックで、はい、少なめでお願いします。はい、あったかいそれはね、うん、いいね。次はこれ、あ、美味しそう。これイノシシじゃない、カマイって。これいいの、焼いてもらうの。焼いてもらう、はい、はい、はい。さあ、ここからはメイン以外にどんな料理があるか一緒に見ていきましょう。八重山の食材を使った創作料理という感じです。こちらはグルクン、あっさりとしたマグロのぶつ切り、そしてこちらはおなじみジーマミ豆腐。アイスクリームもこんなにたくさんの種類があります。でこちらは和風のわらび餅、こっちはデザート用のジンマミ豆腐と紅芋のモンブランですね。ドリンクも種類豊富です。こちらにはアサヒとオリオンビールのビールサーバーがあります。自動で注いでくれるので美味しいビールが飲めます。三つ星カッツァシってタッカラッカと、西表島ホテルの、夜ご飯ビュッフェを、
取ってきたので、まずガザミ汁、うん、カニさんね、これカニさんどうですか、うん、出汁出てそう、うん、じゃあはい、いただきます。はい、いい匂い、カニの匂い。マグロです。カジキかな、カジキマグロかな、かな。チーマミ豆腐、むーちゃん大好き、チーマミ豆腐。どうだよね、これ見て、これ、これ、これ、本当のチーマミ豆腐はなんかさ、こうパックに詰まってないやつはさ、こういう感じだよね、プルプルして。いただきます。チーマミ豆腐はね、ピーナッツでできた豆腐なのよ。あ、おいしい。西表のパイナップルだよ。西表は今がパイナップル最盛期です、うん、サービス、今パイナップルビアフェスト参加してます。続いてのイベントはサンダウナー、6時半から7時半までこちらのプールサイドでスパークリングワインが提供されます。慎吾さんが今持っているのは白の方、赤はソフトドリンクでした。でもとっても美味しかったですよ。サンセットが見える月ヶ浜まで私たちも行ってみましょう。わあ、とっても綺麗です。じゃあ2022年の夏至に乾杯。西表島ホテルでは日替わりで西表山猫の学校というイベントを行っています。5月から8月の間は7時半から8時まで30分、なのでさっきのサンダウナーに行くとちょっと頭の方は参加できないんですけど、終わってすぐ行けば間に合う感じです。こちらで西表山猫の生態などを知ることができます。とってもためになるのでぜひ参加してみてください。一緒です。で、変わってたのが、メインのところね、西表の 名物っていうか、そういうところが、昨日はイノシシとかあったんだけど、ローストビーフ、それからあとこのスペアリブ、豚のスペアリブだもんね。この2種類でした、今日はね、はい、違う点は、うん、おはようございます。最終日の朝は昨日紹介できなかったバルコニーの様子をお見せしようと思います。まあ景色はこんな感じで、ちょっとなんか見えるっていうわけじゃないんですけど、自然がたくさん見えますね。そしてウッドデッキがあるので、こちらでゆっくりすることもできます。さあ、それでは朝食を見に行ってみましょう。西表島ホテルの朝食は洋食和食に分かれています。こちらが洋食のコーナー、朝食にぴったりのスタンダードなものがたくさん並んでますね。それから沖縄らしい人参しりしりなんかもありました。そしてこちらはパンのコーナー、種類も豊富でとっても美味しかったです。こちらはコーンスープですね、朝の冷えた体にぴったり。そしてここからは和食のコーナーです。煮物や焼き魚など朝食の定番のもの、そしてこちらはもずくや島豆腐など沖縄らしいものもたくさん揃っています。朝のお味噌汁も体が温まります。
デザートはヨーグルトをはじめマンゴーのコンポート、それからシトラスとハーブのシロップ漬けもありました。こちらは飲み物のコーナー。そして何といってもこちらの目玉は黒糖のフレンチトースト、大人気の朝ごはんです。焼いてもらったものに自分で好きにシロップやホイップクリームをかけて食べます。バナナが添えてあるのもありましたよ。私はこちらをチョイス。こちらはシンゴさんの朝ごはん、美味しそうですね。それではいただきます。ここからはショップを見ていきましょう。こちらでは飲み物やお菓子なども売っていますが、それ以外にお土産やアウトドアグッズなども揃っています。こちらの西表山猫の T シャツ、多分ここでしか買えないんじゃないかな。まあ慎吾さんは喜んで買ってました。子供用のおむつや日焼け止めなど滞在中に必要になりそうなものはこちらで大体買うことができます。こっち側は水着やアウトドアの製品が結構置いてあるので手ぶらでも来れますし、忘れ物をしても安心です。初日に借りたウォーターボトルはこちらで買うことができます。ずっと持ってると愛着が湧いちゃって欲しくなっちゃうんですよね。今回の西表島ホテル動画いかがでしたか？遊び心がいっぱいあってとっても楽しいホテルでしたよね。それでは最後に秘密の場所を紹介します。こちらはジャングル基地です。ちょっと私はハブ注意の看板を見て怖くなっちゃったので慎吾さんに先に行ってもらいました。この看板近くで見るとやっぱちょっと怖いですよ。ハブ上から落ちてきますからね。さあ橋を渡っていきましょう。そうするとこんなに素敵なエリアが広がっています。わー、まさに基地ですね。ここではゆっくり過ごすことができます。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録お願いします。